つけたよ、はい、まずいチーズケーキ作ったりとか、まずい白玉団子作ったりとか、いろいろやってるよね。あとなんか汚い工作作ったりとか、そういう番組です。はい、なんかこっちがわかんないと思いますけども、まあ、見ていただいたらわかるということで、今年もですね、皆様、第2、第4木曜日の20時から一つよろしくお願いします。お願いします。つなげで、まず自己紹介していきたいと思います。まず私、山口敏太郎タートルカンパニー所属の荻野さみと申します。今年もよろしくにゃーということで、猫羊でした。あ、そっか、あ、そっか。あー、ちょっと待ってください。今吐き直す。ちょっと羊ということで一つよろしくお願いします。いやアフロやんとなる。ただアフロですか。まあいいや、よろしくお願いします。さあ、どうぞ。はい、アーティストハウスピラミッド所属の池内美優こと美内、池内美優こと美内です。16歳です。よろしくお願いします。お願いします。ということで美内、久しぶり。めっちゃどれぐらいぶりですか。美内と私は、美内と私はどれぐらいぶりやろう。でも1ヶ月ぐらい。1ヶ月前私ちょうど私もだから、あ、そうか、テストやって、そう1ヶ月半ぶりです。1ヶ月半え2ヶ月1ヶ月半10え11月の第2回の放送、ハロウィンぶりちゃん。11月に1回放送飛んで、うん、その次何あったっけ。11月あってなのにっけ。あれ分からん。工作して、うん、工作はあるよ。10月、うん、10月末。あれ11月末なんか。じゃああれやったわ。あの11月末あれやった。流行語大賞。ああ、結構面白かったあれ。うん。あの見事外れたな。なんで外れたんあれ。うちらはあのレディーゴーとアリのまま当たってたくらいですか。大賞ではなかった。大賞あれ、あのアベノミクスやったんちゃう。集団的自衛権。あ、それやそれやそれや。集団的自衛権のダメよ、ダメなの。あ、そうそう。で、集団的自衛権が受賞者が来なかったの、うん、自体。そうか、受賞者自体。そうかそうか。でもなんかそれってなんかこう集団的自衛権はダメだよっていうなんか隠れたメッセージみたいなのがあって、なんか鳥越さんかなんかが言ってたような気がするけど、まあそんなことちょっと政治的なことはちょっと政治局はうちの番組じゃないんで大丈夫ですっていうのも早いけど、まあとにかくお久しぶりです。はい。で、今日もう一人いつもレギュラーでね、みゆきというものがおるんですが、ちょっと今日は仕事の関係で遅れるということで、今えちらうちら走ってるのかな。走ってますね。ということで、ちょっとまあみゆきさんが到着するまでに番組が終わればいいな。あ、逆え、じゃ到着してちょっと喋ってもらって番組が終われたらいいなってことで、よろしくお願いします。そんな感じかな。あ、ごめんなさい、あのカメラの紹介もお願いします。あ、ちょっと待って。はい、わからんくなった。もういいや。何が。はい、はい、カメラ検定の声のリサリサです。
新年明けましておめでとうございます。今年も、ヤスコ TBR どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。コメントください。はい、一番まともな挨拶ありがとうございました。はい、はい、この番組コメント募集しております。あのソーシャルストリームの方でコメント募集してますので、ガンガン書き込んでいただけたらどんどんいじっていきますのでぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じ で、で今日なんですけどね、あのなんとなんとなんと新メンバーをお呼びしております。はい、というわけで、尺もあれなんで、尺もあれなんでっていうか、みゆきほんまいつ来るんかなって、うん、感じないけど、よ、到着予定時刻何時でしたっけ。9時過ぎ、やっぱおもろいな、カウントダウンしたら面白いんだけどな。まあいいや、まあ、じゃあ早速新メンバーをねお呼びしたいと思います。どうぞ。はい、どうも、はじめまして、NSC26 期の同期というコンビ名の小島と申します。お願いします。お願いします。はい、あ、しかもめっちゃ絵うまい。あ、マジっすか。え、そう、めっちゃうまい。そう、マジっすか。私の羊と比べてください。いや、もともと猫やったじゃないですか。すごいですね、もうアフロアフロですもんね。羊感情出してみたんで、ダメでした。全然ダメです、ね。ちょっともう見せつつ、ちょっと見せつつ、はい、まあ、NSC ということで、はい、名門ですね。名門お笑いの、そうですね、来た吉本の学校に、はい、11年前にね行って、11年後がこの有様ですよ。26期って誰がいました。藤崎マーケット、おー、あーのかまいたち、ね、黄金期です、26期って。そうですね、結構あの BKB とか、ね、いろいろいるんですけれども、うん、まあ格差社会ですよね、こうなってくると。はい、こうなってくると。まあ、まあ、確かに売れるタイミング人それぞれですからね。そうですね、はい、で同期っていうコンビ名なんですよね。そうなんですよ。あのよく先輩とかに挨拶するときに、あの同期のって言ったら、いや、お前とは同期じゃないって言われるんで、同期っていうコンビのっていう、なんか人とは違う、なんかコンビのって付け足さないといけなくなったコンビ名です。どうにか解明はしたいなと思ってるんですが。なんか由来とかあるんですか。相方が同期なんです。はい、そうですね、気が一緒やから、じゃあもうどっちでええやんって言ったら、あっちも、まあ、じゃあええかっつって。なるほど、なるほど。軽い感じでつけました。へえ、はい、でも、まあ、そのね、自己紹介っていうか、先輩にちょっと面倒くさいことはありつつ、でも同期って実際すごくありがたい存在ですよね。はい、そうですね、周りも結構同期が多いんですよね。今やってるライブでも、まあ同期が多いんで、まあ、いろいろ助けてもらったりはしております。なるほどね、なんかその横のつながりっていうか、はい、そうですね、なんかそういう絆みたいなのありますけど、私ってここの子も同期なんで、あ、カメラと私も同期なんで。はい、なるほど。中学からのね。中学から、だいぶ前から。だいぶ前から。で、この有様ですよ、うちらも。もうあれから15年以上16年経ってこの有様。結構有様ですよ。なんでちょっと大島さんよりもちょっとひどいというか、仲間って素晴らしいですよね。仲間、結論そうなんですけどね。結論そうなんですよ。相方さん、どんな人か、ちょっともうちょっとそこに聞いてみていいですか。相方がですね、まあ、男なんですけど、オスやで、オス。反応するとこちゃう。あのデブです。デブで、元マジシャンで、今劇団を立ち上げてます。へえ、はい、めっちゃ精力的ですね。そうですね、なんかよく動くデブなんですけど、全然痩せないっていうのが、まあ、笑い坂係長みたいな。あ、でもそんな感じですね。ネットであのポセイドン橋本と調べていただいたら、あのすぐにあのデブ出てくるんで。へえ、はい、結婚はされてるんですか。いや、どっちもしてないです。あ、はい、ポセイドン橋本さんどうですか、南さん。お見合いどうですか。よかったら、あの32なんで、年上が好きであれば。ちょうどいいんちゃう。ちょうどいいぐらいですね。ガチでデブなんで。デブは大丈夫です。ああ、ほな、ちょうどいい。段取りしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、小島さんっていうお名前です。ご本名ですか。はい、そうです。小島って書いて、小島。そうですね。小さい島と書いて。あ、じゃあ、はい、
もう超小島さんって間違えられる。そうですね、毎回もう4月が鬱になる。あ、毎回あの小島って呼ばれて、もう一応途中で諦めたんですよ。あ、もういいよいいよと思ってたら、あの友達が先生ちゃうで、小島やでって言ってくれるっていう、あ、繰り返し、はい、小中高頑張ってきました。でもひらがなやったらね、すごく読みやすいですよね。そうですね、なんか私もね、その荻野ってこれ芸名なんですけど、はい、まあ、間違いなく萩野って言われるんで、まあ、間違いなくでもないか7割ぐらい萩野って言われるあとか、あの書かれる文字とか書かれちゃうんで、ちょっと嫌やなと思って、上に振り仮名打たないといけない。で、昔みなみさんが担当してたタレントに荻野かなちゃんっているんですけど、その子は荻野かな本名なんですけど、はい、ひらがなに書いて、はい、まあ、当然間違えられない理由は同じで、萩野に間違えられるから荻野はあかんって言われて、荻野がそのタレントの名前やったらあかんって言われて、でも荻野がいいって言うからひらがなにしました。うん、っていう明かされる真実。今明かされるまあでもひらがなの方がね、柔らかいからって感じですごくいいなって、うん、ちなみにこれは誰を表してるんですか。で、適当に書いて、まあとりあえず名前だけでも覚えて帰ってくださいと。あ、なるほど。まあこれ芸人さん特有のフレーズですよね名前だけでも覚えて帰ってくださいって、はい、でもあのこの番組は、はい、あの出た人は必ずブレイクすると言われていますよね。そう、いや出て1回でやめたらね、あかん、そんな言ったらじゃあ若い、いきなり今めっちゃすごい寂しそうな目で、あの疑惑の目をしてた大島さんが私もリストラ大将ですかみたいな、出るためにはこういうところをね登っていかないといけないですよね。いやいやいや、でもまああの、まあ、南さんも元業界の人なんで、いろいろ学んで、学ぶべきあるかなっていう気もしなくもない。いろんな方から学んで、そうですね、まあまあ仲良くやっていきましょうよ。もうここまでね、もう下を這いずってきたから、まあ、あとはみんなで一緒にもっと這いずってやめなさい、やめなさい、上に行きたい。いやでもまあまあ、みなみさんの強力なコネクションを使ったらもう一問出しにないわ、ないです、ないです。すみません、なんかないです。ごめん、大島さんその気になっちゃって、ありがとうございます。心ルンルンです、ありがとうございます。はい、というわけでね、あの新年晴れやかにいきましょう。ありがとうございます、はい。この番組なんですけど、一応その番組内で何て呼んだらいいのかっていうのを一応決めてるんですよ、はい、でもなんか私はあんま定着しないからやめたよね。そうやね、うん、ミウチはとても定着してるけど、もはや覚えてない。わからん、なんかアサミ、あ、それもあった気が、なんか2回目で急に変えた気がする。でも何個あるんですか。最初アサミンやったっけ。あ、アサッペ、アサミン、アサミン、アサミンがアサミンになり、うん、なんか僕らが結局なんて呼ばれてるんですか。荻野さん。まあいいです、身内定着しました、これ。はい、ここで決めましたね。ここで決めて定着したんで、これ成功したから成功例。ここで決めた。大島さんは何て呼んだらいいかな。あ、ていうか、もしあの、あ、募集、募集あれば、大島さんの。でもなんかもうすごいニックネーム前つけられた子がいて、その子も1回でそのこと苦にしたかどうか知らないけど、いなくなった子がいて、変な名前次から呼ばれるぐらいならもう出ない方が楽だっていうのはあれですか。いや、でもでも本人がそれがいいって言ったんだけど、あ、今何してんのかな。今どうなんだろう。実家の農業ついてるとかですかね。いや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 、それは志がなんか低いっていうか、なんかちょっと心折れすぎみたいな。言っていいんかな。いや、終わったんかな。多分ね、カンテレか読売かどっちかのアナウンサーのそういうなんか、なんていうんですか、あのハッピーターンのインターンシップみたいな。ハッピーターンのおかしいですか。インターンシップ。ハッピーターンシップ。ハッピーターンシップ。何ですか。で、その子はチャオズっていう。チャオズ、あれ全然関係ないですか。そう、世代やからね。こそう、ね、いや、それはまずいやろうって言って、もうね、私それがいいって言ってチャオズになって、もう次から出なくなった時。えぐいな。もうあの子はなんて、あの子は元々の名前やったっけ。どの子？次の。ああ、次の子は。うん、次の子は、あ、他の普通名前やった。カナキョウやった。カナキョウ。うん。でも何回ありますか？ない。ない。二人きりやった。で、一回。あの時なんか、本人すごいなんか、え、
あ、なんか言ってた気がする。なんかえ、チコリータじゃない、なんかチコリータじゃない、チコリはポケモンやん。あ、それ、ラッタ、そうそうそう、必殺前歯。それちょっと前歯が出てる子やつ。そう、で、そんな自虐できない、やめなさいって言って、まあ、普通の名前に差したちょっと、まあ、その子もアイドルなんで、ちょっとあんまりね、アイドルに向かって多い鉄板とかちょっと言いにくいじゃないですか。そうですね、そうそうそう、なんで、ちょっとそれは、うん、普通の名前にしてもらったけど、さあ、小島さん、なんて呼びましょうかね。その自分で小島さんって呼んでるぐらいなんですけど、どうしたいですかね。そうか、王子さん、王子さん、え、王子さん、ミユは王子さんって言います。自由やな、みんなで決めようって言ってるのに。私はそう呼びます。個人個人で決めてもらっても全然構わないんですけど。まあいいや、まあ、でもね、さっきちょっと聞いたんですけど、おじ、そうですね、ピンでやってる時はおじって言う名前でやってると。あ、それであれ、え、なんか味噌のビルとかも出てるみたいな。そう、ちょろちょろ、そうです、ね、おじいさんから聞いたことあるかも。あ、ほんまに、まあ、ふと、うん、あ、でも、みそので結構やってることがあって、おじいさんから聞いたことあるかも。あと、ジャックさんとちょこちょこ出てた。そうですね、あ、ちょろちょろ出させてはいただいてて、ししで、それのつながりで、ぶっちょかしおぎさんとかの系列とかにもちょろちょろ出させてみたいな。いつか出会うな。出た、ぶっちょさん。皆さん、パンツ見えてんね。嘘。みやみさん、めっちゃガーまた決まって、カメラ撮ってましたねって。びっくりしたわ、今さっきから石やねん、見えるな見えるなって思ってたけど、今パーン見えたけど。石やね、石やね、今 3人入れるのに。ピンクやった。え、まあいいや、まあ、おじいさん。ピンク、ああ、それあれや、ケイトのパンツや。あ、ならセーフですね。おじいさんね、はい。オジってなんか私だからオジオズボーンのイメージなんで、なんか分かったよ。もう何でもいいということです。ありがとうございます。こじこじ好きなように呼んでください。あかんやん。だから定着せえへん。でも自分で小島さんって言ってあるから、私小島さんって名前結構好きやな。うちの感じがなんか好き。まるまるしてる。まるまるいや、もうもさ、この曲線曲線曲線でさ、すごい可愛らしい感じがして、で、メガネも可愛らしい感じがして、すごい好きです。はい、よろしくお願いします。そんなんでいいんか。で、今日はやることなんですけども、はい、今年の目標をね、特技、はい、あ、忘れてた、ごめん。特技、ごめん。進行が飛んだ。特技披露、忘れてました。新メンバー特技披露もあるんですよ。チャモズは何特技披露してもらったっけ。結局見た時何もせん。あん時してないでしたね。そうそうそう、なんかみんな言うだけ言って終わった。そうやったか、うん、あ、4人も初回やったから4人もおったし、ね、あ、そうか、うん、カナキョンはモノマネしてくる。そうそうそう、ゲームのキャラも忘れたけど、テイルズのそうそうそう、なんか主人公のモノマネとか、いろいろ皆さん特技があるかと思うんですけども、はい、さあ、小島さんの特技は何でしょうか。にらめっこでございます。にらめっこ、はい、をにらめっこでは人には負けませんと。マジっす、はい、というわけで早速対戦をしていただきたいと思います。まあもうね、古くからレギュラーの身内すでに笑ってるんですよ。そうなんですよ。だってにらめっこってやったらニヤ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 。あの、ちょっと変な顔をする選手権やろうか、じゃあ。あ、ジミーも変顔したいですか。うん、もちろん、ね、もちろん、対戦なんで、うん、あ、でも、まあ、ニラは合わない。じゃあ、こう撮る。ミュウチ、うちアイドルだから、こうやって撮る。あ、まあ、変な顔はさすがに全然もう直してるんで。いくぜ、レディーゴー。カラッ笑っちゃった。やばい。結構顔の筋肉柔軟やな。そうなんですよ。なんか漫才中もなんかふとした瞬間にやっててボケてもないのになんかボケてるみたいな感じで言われちゃうんで、多分もうあのそういう顔の作りなんやと思います。緩むとなんか変な顔になります。芸人として素晴らしい。顔芸ができる。確かに実際すごく大事なことだと思います。でおかき食べながら言うことじゃない。ありがとうございました。さあ、あ、モノマネできます。モノマネ、そうですね、まあ、これ俗に言うもじゃ無理ですけど。もう
まんまで言えばあのオアシスの三浦さんえ、うん、に似てるあ似てるんだろうどうやってどうやってとりあえずあの顎がしゃくれてるやつは大体似てるって言われますあ韓国の白鳥さんとか あのレベルじゃないでしょあと誰あと山田邦子似てるあ大物ですよ、はい、3人似てるとそうか見たまんまも見たまんまでしたそういうわけで似てる芸能人やないか芸能人コーナーじゃあもう一度今日取り直して今日やることですけれども、今年の目標をですね今から全員ホワイトボードに書いてでなんか趣旨がちょっとよくわかんないんですけどだって個人の目標は個人で持ったらいいのになんかそれをみんなで相談していじったりとかして決めるらしいですわなるほどなんでちょっと各自書いていきましょう今年の目標をですねで、これ決まったらその後書き留めをしていくということで今日はまあ、後ほど出しますけれども本格的なお習字セットがね、実はあるということで、まあ、お習字なんか何年ぶりかなもう小学校20年ぶり20年そんなだ小6までやってるやろいやまあそうやな、うん、みうち学校であんの習字高校はないんですけど中学はありましたお中学習字なかったやんなうちらあったよあったえあったよ なかったっけや高校は選択やったよあ高校は書道音楽か美術か書道そう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 でも私は音楽選択したんですけどなんか1時間丸々なんか先生がそうそうバーって入ってきてはい今日はじゃあアントニオ猪木とモハメド・アリのドキュメンタリーを見てもらいますって言って興味ない人は寝てていいですでは開始みたいな何なんだろうなんて自由な音楽の自由めっちゃ自由やった先生の気分によってでもまた次の週もパパパって入ってきてはいじゃあ今日は南こうせつのドキュメンタリーを見てもらいます興味ない人は寝ててくださいまあ音楽やなそうやな、うん、音楽に戻ってきたかと思ったその次の週ははいじゃあ今日は近鉄バッファローズのドキュメンタリーを見てなんでやだいぶドキュメンタリー好きドキュメンタリーめっちゃホワイトボード縦に使ってもらってもいいですよああなるほどね、はい、あの日本人ですから縦書き面白い字だったらですかなるほどなるほど、まあ、お任せします、うん、今年の目標ね、まあ、今年2015年、はい、ということで平成27年はい早、はいですねはいでうちらはあんま記憶ないから小渕さんの平成っていうのがインパクト強いと思うんですけど ねもうちょっと上の世代の人になってくると、ね、身内なんか生まれてもないねもはや生まれてないえ身内が90何年生まれてわあ、もう FF7 発売してんねん98年とかほんまやわ98年え平成何年10年ですうーふたけた98年とかスピードあスピードまだ解散してないかうん解散はしてるしてないなモーニング娘。デビューしてるやんあそうやな、うん、サマーナイトサマーナイトえ98泣いてホールドオンミーぐらいかなえうち何歳うちは何歳13歳14歳うち13か中学生かああ恐ろしいな恐ろしいやだな何か格好全員役らしいですうん全員役あそうやねそうやねあうんうんうん、そうか次がなんか悪いそう次役年やねうちはもう来年ただ来年からは麻薬やねうちの子の一番強いやつな、この年え、そうなんそうそうそう今がいいんですかんえ強い役としても一番その人生で一番強い役としてほんなら絶対結婚できんや絶対無理やねもう関係ないやんいやだって全員ね、麻薬やし翌年よりでもね、今年おみくじね、吉凶でした何それあ、そう、え、何それ一番悪いやつ吉凶って何吉に凶です大凶じゃなくてはいえ、そんなんあんのびっくりしました初めて聞いたえ、吉凶とかあるんやへえー、そうなんや私大吉いいなでも、車が吉じゃなくて大吉でしたあー、車が吉じゃんそうか車が吉
近くのスーパー銭湯いいよね。天山ですか？天山の湯。1月1日は絶対お母さんが天山に行くっていう。いいなぁ、天山の湯行きたい。駅メインにして1年過ごすので、高齢人いいじゃないですか。でもめっちゃごめんね、地元トークですいませんね、全然わからへんからどうしようかと思ってたまに地元トークが始まる。皆さんコメントくださいよ。なんだっけ、ソーシャルストリームにコメントどんどん書いてってくださいね。コメントもやし、みんな新年の挨拶せえへんでちょっと愛想悪いんちゃいます。今日コメント閑散としてるのなんでやろ。アーチさんがいないから。あ、そういうことか。みーちゃんおかわりいる？俺ネズリ？いや自由やから。あ、すみません。めっちゃカメラの前横切る。ちょっとアップになってしまった。めっちゃお菓子ポリ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 食べるし、お菓子ちょっと少なくない？もうリッツ全部食べちゃった。え、リッツもうない？え、まあ、お菓子少ない。あ、お菓子とかかな。チーズおかきある。あ、チーズおかき。あ、でもあ、めちゃでも今おかき全部食べようね。ボビの朝の頭しか映ってなかった。やばい。おかき全部食べてしまおう。いや、今日みんなお腹空いてんないの。ありがとうございます。うん、私もめっちゃお腹空いてる。なんか30秒くらい大きな浅見の頭しか映ってない。すいません、放送事故です。当てました。来ました。何で2人とも私おかき口に入れた。早進行しろやって。わざと。やばい、喋られへんや。ちょっとでははい。この順番でいいんだ。ミューチーからでいいんだな。そうですね、そうしましょう、はい、じゃあ3つあります。そんなに選んでってこと？はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、1番家族を大事にする、2番は大人の人と上手に付き合えるようになること、うん、で3番可愛くなる。あの、この後書き初めするんですよ。全部書けます？書けません。書けませんよね。書き初めっていうのはなんか一言ポンって書くのであり、もうすげえ長っ。しかも結構まともなこと書いてるっていうので、ね、多分私の予想やけど一番まともなこと書いてると思う。でもここが一番目標かもしれないです。大人の人と上手に付き合えるようになるのが、なんか、うん、うん、まあアイドルには重要やね、一番ね。つまりこれって一言で言うとどういうこと？一言で言うとか難しいな。これを書き初めって感じで言うとさ、何て言うの、うん、成長でもないしな。成長一括りでしちゃうと、うん、まあだいぶ広くなるけど。何やろ、世渡り上手にしよっか。じゃあ世渡り上手。え、めっちゃ良くない？世渡り上手。え、大人と付き合うって何やろ。裏社会？裏こら、ほら、違うか、違うか。営業。営業も違うやろ。成長。何やろ。ちょっと四字熟語結構知ってるけどこんなの分からへんの。四字熟語？まあ、単語でもいいけど。大人の人とやからな。うん、ちょっとコメント待ちつつ次行きましょうか。難しいから。わかりました。いいんかな。じゃあ、小島さんお願いします。はい、私は、はい、痩せる。お、はい、わかりやすい。痩せるか。え、そんなに体型気にしてあるんですか。ね、昨日ライブで水着になったんですけど、その後に後輩から。小島さんのだけは見れなかったですって言われたんで、イラッとしたから、もうほんまにムキムキボディビルダーぐらいに腹割ってやるよ。あ、ごめんなさい、ちょっと小島さん喋ってたらちょっと刺激じゃないですか。申し訳ない。そんなことあります？ちょっと小島さんの水着を見た後輩の呪いみたいな。いやいや、ほんま。はい、はい、わかりました。いや、ごめんなさい、いつもちょっと音飛びするんですけど。あ、なるほど。タイミングがちょうどよく良かった。そうか、そう、もうおい、ゲロゲロみたいな。そう、割るわって。え、それは何がいけないんですか。その本当に例えばこう肉がはみ出てるっていうか。もう多分そう、まあその顔とかには出ないんですけど、この
お腹からっていうか胸から下、うん、太ももより上にすごいつくんですよね。あ、一緒やん。へえ、結構いいよね。じゃあ触っていいですか。はい、太ももから上、あー結構ある、結構ある隠してる、結構あるわ。そう、結構ある。これはね、ちょっと触っていい、足ないよ。おー、ないないない。服ってすごいですよね。服はすごいです。なるほど。そう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 。なんか、何するとか決めてるんですか。そうですね、お金をかけずしどうにか痩せたいなと。お金をかけずしてか、それは無理ちゃいます。できるよ、私は金かけてないよ。そうや、あ、違う、そうや、一応ダイエット成功者と、まあ、私もちょっと若干成功者みたいな。あなたはいつも痩せてるからね。若干、あ、私5キロ痩せてる。うやな、誰に言ってもうっていうリアクション。宮城さん、ほんまにすごいですよ。マジっすか。私が出会った時ね、こんなんでしたよね。こんなんやったな。もう、まあ、ほんまにこんなんで。どうやって25キロ痩せました。うわ、神様や。神様。お金は500円だけかけました。何すか500円な。あ、アプリを取る、ダイエット、カロリー管理ってアプリを取るのに500円だけかけました。前からうちらよく話題にしてるんですけど、カロリー管理ってアプリがあって、それも自分食べたものを入力していくだけなんですけど、まあ、目標カロリーに収まるようにしてったら勝手に痩せる。私もそれ南さんに紹介してもらってやり始めて、なんかその単純なことなんですが、私ジュースめっちゃ飲んでたことにようやく気づいて、ジュースのカロリーめっちゃ多いやんってなって、ジュース減らしただけで5キロ痩せたんで、すごい。やばいですね、やったら。え、私もやったら痩せますか。痩せるんでしょ。まあ、ミュッチちょっと成長期やからちょっと難しいとこあるかもしれへんけど、でもまあまあ、有料ですかそれ。うん、でも今500円もせえへん。私が買った時が一番高かった300円ぐらい、うん、簡単、入れるだけで、うん、そうそうそう。まあ、そのね、ミュージーも前なんか1500キロカロリーとかって言ったけど、 それが簡単にで、もう iPhone っていうか携帯だけできるからすごい便利。であとそれ、毎日の自分の体重と体脂肪率も入れれるし、であとまあ1500キロカロリーって自分で決めてもいいけど、そのなんか自分の痩せたい数字で、痩せたい数字と自分の体重で勝手に1日のその必要なカロリー計算してくれるから、そう、めっちゃ便利。うちらさ、カロリー管理の会社から満人もらってもいいぐらいだから、それぐらいめっちゃ進めてる。進めてるな、めちゃめちゃ進めてるな。だからそれでいいんじゃないの。それでいいんじゃない。いや、それはそれ工程、1年間の工程やけど、今日の書き初めを今日は決める話。あ、この、痩せるに、みって書いてあるなって思う。送信。それでいいんじゃないの。その、痩せるって感じめっちゃ難しい。ひらがなのが可愛いからいいんちゃう。骨にしたらじゃん。骨。骨にしたいの、骨。一文字でいって。岩崎バキバキにするって言ってはりましたよ。じゃ筋肉の方がええやん。あ、そっか。じゃあ筋肉で。だって女性の筋肉芸人出ないよまだ。うん。じゃあそこをちょっとついて。そう。ちょっと女性版であれしよう、筋肉ルーレットしよう。なるほどね。おっぱい揺らそう、頑張って。筋肉で、筋肉で、うん。ありがとうございます。じゃあ、私、あ、ちょっと私、その、黒くなることちょっと考えてなくて、ちょっと難しい感じにしちゃったんですけど、なに健康第一。ちょっと、ほんと、先月、ちょっと入院してしまって、うん、今年は入院したくないなって、ね、しかもちょっとやっぱ、年も年なんで、やっぱこの、若い頃のように無茶をしてはいけないなと思って、ちょっと、健康第一っていうことに。思ったんですけど、漢字が嫌やなって今思って。それ白衣に書こうや。お、あ、桑原君。桑原君になるやん。白衣特攻服な。いや、これに書くんマジで。いやー、やめとこ。やめとこ。え、だってめっちゃ広くなるから漢字書きやすいやん。いや、けどちょっとやめとこ。これは、うん、ちょっとやめとこ。うん。結婚、まあ、ヘルスに帰っていいですか。え、なんてヘルスナンバーワンに書いてナンバーワン、ヘルス、え、ヘルスってどういう英語、カタカナ、カタカナ、ヘルス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 、一回書いてるよ、一回書いてるよ、一回消して書いてるよ。
なんなんこの微妙な空気なんかないのなんかそこでカタカナにするってせっかくでもさ漢字にしようよ、なんか書き初めなんだからさ。えーどうしよう、健康だけにしたら、じゃあ難しいやん漢字が。じゃあ第一にする、第一意味がわからない。健康第一を崩せばいいってことか、書きやすいひらがなにする、健康、うん、健康、そうしようか、あそうしよう。あれ読む、あのあれ、あの半紙に健康なんていうの、あの小学生みたいに書いたらいいじゃん。それでいきましょう、うん、4つに割ってさ。いや決めました。何何、よかったよかった。何何、全部人に関することじゃないですか、うん、この2つは、うんうんうん、だから大人、知らない、知らないか、大人の人にも家族にも愛を持って接しようっていう、だ愛を、愛一文字、難しいけど大丈夫、一文字だったら、ここは可愛いの愛を、あ、あじゃあそれでいきましょう、うん、いいやん、お、まとまった、やったやっとまとまったよというわけで人と愛ってから愛人って考えるのもちょっと焦ってる愛人というわけで早速書き初めをしていきたいと思います。ちょっと準備します。はい、もう終わりやな、コメントジュースあげるな、コメント書いてくれる人がいるな。これ見ないですね。これ、え、これが、ね、そっちがあの60、もう一個はスズリ。なんていうスズリってなんていうの、あのなんかシュコシュコするんです。あ、それほぐすの忘れて。何？何？どうした？いやいや、ほぐしてるもん。ほぐしてる。手際がいい身内。こうしたらあかんよ、それだけ気をつけてな。大サービス、お母さんに汚いって言われるお母さん習字習ったんだ、ね、あ、そうなんや、めっちゃ綺麗、時代は教養アイドルって書いてある。時代は教養アイドル、どういうことこれ、知性で際立つ個性、へえ。めっちゃすごい、 AKB と仮面女子とアンジュルムってすごい、なんかあ、そういうことか、アンジュルムってあるやん、あれスマイレージ、スマイレージ、あ、そうか、あれか、あの頭いい子たちやな、これ桜ゆきちゃん東大かな、これ誰誰、桜ゆきちゃん、この子は、あ、だから、あ、でもこの子はあのテストの花道って NHK の頭いい番組出てるよ、へぇ、私の妹も出てるけどね、そうだね、同じ番組に、妹頭ええもんな、うん、ほら現役の東大生、はい、いや頭いい人な、頭いい人っていうか、まあ、頭いい人はみんなね努力のできる人ですから、まあそれはね、あの面倒くさい勉強というものをずっと地道にやってきた人たちなんで ね、少し酔って座っていただけますか皆さんで、すいません何も入らない、抑えるもの、抑えるもの、すいません、抑えるもの、身内やばい、本格的すぎる、熱気が伝わってくるね、それだけ気をつけてね。じゃあ身内今書くの愛です、はい、でこれダダダダダって書くやつですか、いや適当でいい、適当でいいよ、好きに書いていいよ、ね、ドキドキすんな、なんかなんかドキドキしてきた、久々やなこんなん、久々やな、うん、一発目、お、もうめっちゃうまい、やばい、待って愛の感じがわかんない、え下書き、下書きする、大丈夫、あ、これ三髄ですか、三髄じゃないけど横みたいですか、バランス考えてよ、バランス、お、めっちゃうまい、やば、愛の真ん中の、愛の真ん中にある四角は四角心、それ恋やな、おめっちゃうまい、めっちゃうまい、これじゃあ一回持ってちょっとあのつけへんように気をつけてね、カメラに向かって、あごめん、もう一枚はい
愛です。すげえ。わー、きれい。美しい。美しい。すごいな。いいな、愛。いいな。ちょっとなんか性格出ますね。いや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 。書道はでも性格出る。え、な、何が性格だと思った？ちょっと頑固じゃないですか。あ、頑固。頑固な感じ。優しい人で細くないですか？字が。いや、習字はみんな太くはなるよ。さあ、お芋さん入りましょう。はい、入れましょう。お芋さん何か覚えてる？筋肉。お、覚えてる。お芋さん入ってるからね。あ、ちゃんとへん持ってる。お芋さん偉い。偉い。でも字やってるか分からへん。えぇ、ー、ああ、節肉とかしないのかね。節肉。わぁ、数字。怖い。でもね、女芸人さんは体張らなあかんからやっぱ大変じゃないですか。もうなんか。めっちゃ習字しようとしてる。どうしよう。やばい。ガチな話を。興味本位で。あ、でもなんかいい感じ。いい感じ。お、いい感じの、なんていうの、この竹か、かん、え、え、あ、あれ、来た。あ、来た。開けます。早く早く早い。あ、みゆきが来たよ。みんなみゆきが来たよ。イエーイ。来たー。あ、ちょっと待って。みゆきあれやって、周知できるやん。ほんまや。周知できるやん。名前と目標を一緒に書いてもらいますね。おー、さあ前に、いいね、つかないように気をつけて前に見せてください。筋肉、筋肉、むきむき、筋肉。すごい。逆三角形やもん、すでに。ちょっと上の方が多くて、そう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 、なんかここがすごい綺麗ですよね。ごめんなさい、私全然詳しくないんですけど、はい、すでになんかもうなんか体っぽいもんだけど、逆三角形のいい感じ。ちょっと待って、私書く前にみゆき待ちましょう。みゆき待ちましょう、みゆきさん待ちましょう。あ、来た。あけましょ、あけましょ、おめでとうございます。あ、ちょっと荷物その辺に置いて、もうそのまま入ってきてください。木の幹のままで入ってきてます。はい、すいませんね、みゆきさん。みゆきさんが登場しました。みゆきさんがあの準備中ですんで。みゆきさん準備中。めっちゃ笑うんですけど。さあ、まだまだ映しないよ。さ、昨年ね、あの LINE の取り目やったみゆきさんですが、お久しぶりです。やりましたね。そうですか。真ん中にいるの。一旦真ん中どうぞ。はい、みゆきです。どうもどうも。え、これさ、ほんまは順番で言ったらみゆきが先に書く感じやった。まあ、大木のあたりが取りの予定です。あ、OK です。じゃあちょっとみゆきさん、はい、真ん中らへんに失礼します。で、早速なんですけど、それボードに名前と、はい、今年の、なんだっけ、目標を書いてください。はい。あ、その間に、みゆきさんの隣に、はい、みんな入りますか。なんとか入ります。あ、何飲む？あ、大丈夫です。マイペース。大丈夫。何飲む？いや、必死や。飲めへん、飲めへん。そんなことね。うちはもうね、ずっと放送してる。すいません、もう遅くなりました。そう、開けましょう。おめでとうございます。あの、新メンバーの宇治馬さん。あ、どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。大丈夫。めっちゃ笑ってる。なんか、佐藤こと怒りすぎて。今日はいろいろね、今日結構4人、はい、え、早みゆき、今年の目標10キロ痩せ。あ、みんな痩せばっかり。思いますか。4人や。あ、すみません、わかりました。やばい、やばい。でも筋肉、筋肉やからさ。そう。しかもみゆき消すの早いから。あ、わかりました。めっちゃ素直やな。脂肪落とすに変えたんや、筋肉じゃなくて。そのまま書いてます。脂肪燃焼。はい、できました。ありがとうございます。じゃあ漢字を今書き初め、はい、漢字じゃ必ずしも漢字じゃないんですけど、はい、書き初めをしていて、はい、ゆきさんどうしましょうかね。そしたら脂肪燃焼はとても大変そうだな。書けるならいいけど。燃焼、燃焼、よく見たら熱焼になってます。これは熱焼が進む。
で正月は太るよ、どうする？じゃあ年書書く、漢字で書くって書いていいよ、止めはしないよ怪しい。ねいいの？やばいやばい、年少っていう感じが怪しい。じゃあ書こう。そこ。じゃあ書きましょう。みゆきさん感じで年少いきます。全く出てこない、ね。じゃあ行こう。じゃあ行こう。やばい。あ、小島さん、みゆきさんアホなんですか。どうですか。やばい。小島さんアホですか。かしこ。小島さんアホですね。アホの度合いどんな感じですか。中学生英語とか得意ですか。もう得意じゃないです。全然ダメですね。ほんまにあれは勉強はできないですね。っていうか小中高寝てました。あ、第2回学力テストありますね。みゆき VS 大島。年少年少が。やばい。ちょっと思った字。思った字を書くのが習字やから。気持ちが大事やから。いいね。考えなくていいね。思うまま。多分これ連勝みたいな。勝から書いてもいいやね。勝からあえて書いてもいいやね。やばい。いいよ。もう私なりのそう。みゆきの連勝でいいよ。絶対違う。ちょっと待って。なんですよ。マジっすか。そうなんです。どういう睡眠時間が6時間寝てる人は、いるもんから落ちていくんです、胸とか。で、睡眠時間が足りてない人はいる肉から落ちていくんです、胸とかね。いる肉から落ちていって、睡眠時間足りてる人のダイエットは筋肉がついてちゃんと締まっていくらしいんですよ。そう、睡眠時間ダイエットにすごい重要らしいので、ある意味燃焼は合ってるかもしれない。素晴らしい。燃焼って見もかけないんですよ。え、誰か燃焼書いてホワイトボードに。あ、熱の燃か、それは分かるんです。は、違うよ。え熱の燃じゃないんですか。ちょっとあ、じゃあ燃えるですよね。燃えると熱は違うからね。燃える方の燃える方となんや。燃える、みゆちも書いてね、練習も。あ、それの小島さんが書いてね。やばい。練習？ペンでにくいって大丈夫。練習？みきも書く？なんかリベンジする？突然の漢字書き取りです。なんて？何を省くんや。何を帰り見るんや。あ、見せたらあかんや、みゆきに。ほらえ、かけた、皆さんかけた、年少かけるやろ、まあ、私は当然かけた、みんな年少怪しい年少。あ、うちらだって関係取らされたもんな。取らされたな。みなみさん関係何級でした。2級ですね。あ、2級。みんなすごい首ひねてますけど、あの大平さんの隣さんに。違うか。あれ、これ違う。とりあえず一気に行きましょう。皆さん一気に見せましょう。一気に。どうなんやったっけ。一気に出しましょう。一気に。ドーンで。見ちゃった。小島さんどうですか。行けますか。わかんないですね。小島さん待ちで。おかきめっちゃ美味しい。この前からうつっとお菓子食べまくりやな。あ、でも美味しすぎなおかきなくなっちゃった。チーズおかきある。チーズおかきあげよう。お菓子みんなえらい食べんな今日は。変化出ないっす。
ペンが出ない。みなみさん、そろそろホワイトボード買い替えの時期じゃありますか。そうだな、そろそろ買い替えやな。毎日拭いてんねんけどな。出たとこで全然わかんない。出たところで全然わからん。なんてこった。いいよ、適当で、はい、いきますか。じゃあ、はい、いきますよ、皆さん、せーの、燃焼。燃焼かな、燃焼かな。なんか、なんか燃えて帰り見てんな。果たすな、果たすな、果たすな。合唱みたいになってる、合唱みたいになってる。やばいな、はい、やばい。小島さんとみゆちは、はい、ドボン。やべ、正解はみゆきさんとおよさん見てください。燃えて焼く燃焼、ごめんなさい。でも私4人の中でダントツ頭よくて本当ごめんなさい。申し訳ないけども、でも大体は思いついてたんす。大体は思いついてたんす。だからみんなね、燃えるわけで、ね、燃えるわ、うん、燃えるの方が難しいのにね。確かに。だめ、これ嫌やな、最後嫌やな。みゆきの後にしかもやりたくない。燃焼しかも健康ひらがな。いいよ、今から漢字書いてもらってもいいよ。嫌です。汚いこれ。おいなさみは漢字がめんどくさいという理由でひらがなで健康と書きます。はい。なんでこれアンジュルムになったの。つまりなんか名前変えるって。つんこさんの思いつきだと思います。なるほど。なんかめっちゃ丸々しい。何のかな。だから性格出んねんで、習字は。かわいいな。おもんないな、ひらがな。結婚に変えようか、今か。今なら変えれる。今なら変えれる。カメラよだれ出るわ。じゃあ名前書く、ちゃんと名前書く。はい、見せてください。健康と見せかけて健康に変えました。地味に読まれへんな、これ。国権、国権。まあ、好きに読んでくださいよ。好きに読んでください。はい、ということで、読みます。はい、これ嫌やな。みんなの2015年の目標は、はい、皆さん掲げてください。じゃあ、おじわさんから。はい、筋肉、愛、認証、結婚。リアル最後。ようやく落ちた。いや、もうコースしかなかったんだよ。そうだね。ありがとうございました、皆さん。はい、そんなわけで、一応この後予定ではみゆき待つになっちゃう。みゆきを待つという工程があったんですけど、あ、ちょっとさっき危ないから買った、あの新聞に丸めてもらいます。すずりを、すずりと筆を丸めていい。これどうやってするの。とりあえずパタッとしたらいい。うんうんうん、はい、大惨事が起きる前ね。なんかもはや起こりそうなんやこれで、とりあえずそれで、はい。まあ、皆さんチーズおかきでも食べてね。ガチで出すやん。ちょっと落ち着こう。みゆきさん、なんか飲みますか。いや、でも今からやることみゆきますしかないから。疲れたやろ。ウーロン茶と、ウーロン茶でお願いします。あ、さてたら言ってね。何だったら言ってねって。何を基準に言うん。なんか自由やな、みんなほんまに休憩してる。今日は自由やな。あ、ミルキー。おー、さあ、何でしたっけ。あ、お絵かき、お絵かき、お絵かき。久々だと何しよう。お絵かき、何かこう。大島さんのために言っておくと、だからみんな絵心がないんですよ。あ、マジですか。で、まあ、たまに突発的にこうお絵描きを始めて、まあ、お題を出してもらって描いて、なんか大体クリーチャーが出来上がるあ、なるほど。
じゃあこれ今年流行りジバニャンと見せかけてウィスパー。え待って、分からへん。ウィスパー、ジバニャンと見せかけてウィスパー。誰ですか。え分からない人、2人分からへん。あの隣にいるなんかあの唇でっかいお化けみたいな。ああ、なんかソフトクリームみたいな。そう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 。ダウンタウンか浜ちゃんみたいに書いたら正解ってみたいな。似てるな、ちょっと。似てる。それでいいんか。分からんのにさらさら書き出してます。びっくりしてる。みんな思いつきはいいよね。発想力はいいよね。さすがだよね。でもそんな全然知らない人に比べたら。聞ける気がするんだけど、そんなでも唇分厚かったっけな。え、私これ唇じゃないかな。私が適当なイメージを持ってるかもしれない。なんかやわかってんけど、わかんねんけど、わからんって感じなの。ジバじゃ難しいし、コマさんも難しいし、じゃあウスパー。ちなみにハロウィンをナンバで過ごしたらなんかウィスパーの格好したおっちゃんがいっぱいゾロゾロいました。いっぱいなんや、しかもお腹出てるからなんかウィスパーいけるやろっていうノリが多かった。お腹出てんねんや。お腹ないけどなんかまあ丸い感じがウィスパーかなみたいな。おっちゃんたちがみんな、お、これ結構自信ある。ごめん、いい感じ。みんな今日こそごめん。ウィスパーだから分からんのに、だからフレーム持てるよね。何が出てくんのやろ。分からないなりのウィスパー、身内なりのウィスパー。どうですか皆さん、いかがですか。なんでマジ最近妖怪体操大事ちゃんと聞きましたよ。あの例の部分が分かった。今何時の動き、あー分かった。それがサザン派と分かれてるって。そう今何時、妖怪ウォッチ。どうですか皆さん、いけますか。小島さんでも小島さん絵上手いからちょっと分かんのちゃうか。ハンデ的な。いやでもないものはちょっとやばいです。まあ、あのイメージで似てるか似ないかで言うと難しいかもしれませんけれども、うん、多分こんな感じやったと思います。いけましたか。はい、じゃあ行きましょう。大丈夫ですか。これ一斉のでドン、うん、一斉のでドン。ほら私が一番似てるやんか。え待って、あのまあこれ何。なんかソフトクリームって言うから、うん、それうんこですから。申し訳ない。下手の丸いの。いや、うんこの服やからそうそう。あかって。ウエスパーな服。いやいや。あかって。いやいや。かって。もうなんか八重もいますけど。出た八重も。こんな感じっすよね。ようやく八重も出てきた。前八重もやったんですけど。はい。多分一番似てるな、これ。そうやな、一番八重門近いな。じゃあお題変えます。八重門でこれをやったという手にします。今もん2人がなんとなく分かってる2人が違うもん。ここは分かってる2人か。そう顔絶対違う。こんな顔ちゃうよな、絶対。えらい爽やかやね。結構眉毛太い。アメリカの映画みたいになってるけど大丈夫。お前やな、ディズニー的、ディズニーになってる。レベル5になってる、ディズニーになってる。そうまあ、だから私が一番似てるって言ったやろ。なんか違うけどね。なんかお化けの女の子みたいになってるよ、柔道の。もうこれが一番近いですよ。いいや、はい、そんな感じ。私ね、別に競ってるわけでもなんでもないですけどね。何がいいかな。分かるやつにしてくれ。そうだな、安いやつでしょ、これ。何がいいやろ。お正月といえば、正月といえば、
ちは簡単やん。こっち帰って、こっち帰って全然みんな丸かいえー、どうしようかな。あ、うん、ちょっと難しくいこう。マリオ。え、だ正月といえばマリオ。はい、南家ではマリオカートする。マリオカートなんだっけな、64かなんかのマリオカートをこの間味噌のビルでやったんですけど、やったの？この間っつっても、うん、去年のイベントぐらい。イベント、いやいや、もう友達と行って。あ、そうなんや。全然面白くなくて、もう1分でやめた。え、めっちゃ楽しい。マリオカートスーファミのマリオカート世代にとってはちょっとやっぱりなかなか。え、両方持ってるけど面白いよね。 DS のマリオカートよくわからなかったけど。何それ何それ。え、マリオのモノマネ。え、マリオのモノマネ、うん、まだモノマネやった、うん、もう一回やって。 It's me, Mario。 何て言ってんの。何て言ってんの。キル。 It's me。 It's me。 うん、僕がマリオだ。そういう自己紹介。そういう自己紹介で始まる64のマリオ。そうなんや。もう色が全く出なくなりました。ちょっと待ってね。4人いるからね。そう、ありがたいことにね、みゆきさん新メンバー来てもらってるんですか、これからもよろしくお願いします。お願いします。雑な挨拶。ありがとうございます。えらい雑な挨拶だけど大丈夫か。あ、やばい、ちょっと次も私行くな、これ。ごめん、みんなごめん、マジで。いや、次私やったんだよ。いやいやいや、身内が全然出なくなる。え、みゆきさんも出ない。みゆきさんもちょっと出ない。マジか。どうぐらいが残ってんの。あ、頑張って出します。頑張って出します。みゆきさんすごい。これでも買い替えようみたいな。そう、買い替えの時期ですね。ちょっと8ヶ月ぐらいで出たくなる。ありがとうって言って捨てようね。うん。アーチさんがこんばんは遅刻ってやってきた。遅いよアーチさん。もう30分以内で終わっちゃうよ。ただいま、なんだ、お絵かきタイムをしております。うん、久しぶりのお絵かきタイム、ね、ただいま皆さんマリオを描いております。どんなマリオができるかな。いや、ごめん、ちょっとこれ激似やわ。マジで。それはちょっと、なんで自分でハードル上げるの。いや、これもうみんなだって、みんなクリーチャーやったやん、さっきだってさ。せやな、クリーチャーって。ミュウチーちょっと放送的品レベルやったし。うんこだもん。皆さんどうですか。アーチさん、本当明けましておめでとうございます。本当って本当の意味が違うんだけど、ありがとうございます。本当だってアーチさんに会ってないもん、私しばらく。だってあんたイベント始めしてないもん。うん、いや、だから、いや、個人的に合ってるかもしれん。そういう話をヒューストウェブでしない。してはいけない。してはいけない。あ、いった。みゆきもできてますか。はい、はい、じゃあ小島さん、どうしたらいけますか。じゃあ、いきなさん、いきますよ。はい、せーの、ドン。ほら、見てみー。あ、いや、見て、待って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 、ほら、え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ、でもなんか細いけどいい。細いけどいい。待って、あれ、これでも巻こう。これでもこんな感じ。巻こう。巻こう。名前が違います。マリオです。マリオです。いやいやいや、巻こう。マリオですよ。これこんな感じ。これでもある意味ファミコン版。8ビットマリオ感は出てるけど。みゆきさん、ちょっとね、いやいや、これ一番言ってた間違いない。マックのおじさんですか。マックのおじさんです。マックのおじさん。激似やろ。この隣のやつなんですか。どれ、このあ、しげる。うん、しげる。しげる。誰しげる。似てるやん。え、待って待って、ちょっと待ってな。靴しげるな、うん、これはこれはキノコですよ。
茂る。構図一緒や。また構図一緒や。構図一緒。あれ？うん、でこれこの手何してんの？いやもう今からブロックをね。じゃあもう私今もう叩いてるから、ね。まあ、叩いてる衝撃があるからね。ちょっとこれあのカセットの絵や。あ、スーパーマリオブラザーズのカセットの初期の初期のね。はい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 。もう再現してるやんパッチ。うん、ミューチはミューチで、あのうまいでしょ。これなんかちゃうやろ。カナヘイやろ。カナヘイ描いたマリオやろ。え？カナヘイさんが描いたマリオ。カナヘイマリオやな。確かに。可愛いねんけどな。そんなおしゃれちゃうしな。ポケット2個あるしな。確かに超微妙なおしゃれ。超おしゃれ。うまい。いや、違うもんなんか。自信。だソロっぽい。ソロっぽい感じ。ひげがだ男爵っぽすぎる。ああ、うん、そうかもしれん。そして8ビットのクリーチャーをそそに消すという。8ビットのクリーチャー。そうか。じゃあまあぼちぼちみんな告知とか書いていきますか。そうですね。はい。太陽の本性を書いたらマリオになるよ。若い子には分からんやつ。私も分からへん。わかんない。野球ネタか。太陽って野球か。ああ太陽ホエール。うん、分かんないけど。まあ大島さんこれボードに告知好きに書いてください。あ、マジですか。はい。じゃあここで皆さんに開けていただきます。はい。なんかでもあっという間のね放送でしたね。やっぱ人数多いと面白いですね。人数多いとやっぱ面白いですね。確かにおっしゃる通り。うん、いやよかったね、みゆきさん。はい、間に合って。本当に間に合ってよかったです。本当、ほんますいません、ありがとうございます。いい、途中でお客さんを蹴りたくなりましたけど。蹴りたくええんか、そんなん言うてる。言うそういいですよ、世界配信ですよ。世界に。あ、でもみゆきさん職業言ってないから。言ってないから、大丈夫大丈夫。私が患者さん蹴りたいって言ったらちょっといろいろ問題ああでもそうか、早いな、ほんまに年明けて。もう一週皆さん、正月の大島です。大島さん、大島です。大島、あれ勝手に大島が始まってるけど、ここで喋り、ここで喋りみたいな。自由ですね。自由ですね、うちの番組は。え、何時落としたの？いや、皆さんお正月何してましたか？荻野さんは言われへんのかい。あ、大掃除しました。お、来た、大掃除。え、年末じゃなくて正月に。正月に。ほんまや。私なんかお返事と、うん、みんなで働いた。すげえ、時給1200円。めっちゃいいな、どうせ。みんなで働いてたのに、マジですか。はい、昨日来ました。あー、ダブルバイト頑張る。
はい、はい、2月27、28日に阿部の近鉄アート館でヘブンズトレインザミュージカルという舞台をしてします。おお、すごい。ミュージカルで3公演で歌って踊ってダンスするので、歌って踊って演技するので、はい、皆さんぜひ来てください。面白い舞台になると思います。すごい。え、誰、演出家さん誰ですか？虎本さんっていう。虎本さん、タイガーなんちゃらの、はい、あの人か、はい、それは絶対面白い、はい、楽しい。よくわからない業界の買い物はい、そしてミスアクションというオーディション、1年間かけて長いね、やってるオーディション、今半分ぐらいかな、半年ぐらいして今セミファイナリストに選ばれました。すごい、すごい、すごいな、ほんまに。あとこれ終わったらファイナルなので、うん、1回目の撮影会とちゃんと終わったんですけど、2回目に1月18日に撮影会があり、23日にチャットがあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。お、はい、もちろん、ね、もちろん水着ですね。はい、はい、もうここまで来たら最後に行ってほしい、そうそう、頑張ってください。ここまで来たのでファイナル行っていい結果残したいので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあみゆき、はい、1月14日今までみゆっていうキャラでやってきたんですけど、あの新しいキャラクターを作りたいということで、1月14日全く歌わない、表現だけでやるライブをやります。すごい。で、大丈夫か？だいぶ心配です。1月25日、いつもお世話になっている天宮さんの生誕祭があります。で、ぜひ来てください。私実は2月からライブを極度に減らすので。なんでよ、なんでよ。ちょっと忙しくなるので。マジか、はい、ぜひ9月にやりたいことがあるので、それまでにちょっと抑えたいと思いますので、ぜひ1月14日、25日来てください。詳しくはブログまでお願いします。いや、これは駆け込み需要あるんじゃないですか、消費税のように。ぜひそれぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。森さん、いけそうですか？はい、じゃあお願いします、はい、そうですね、もう明日なんですけど、明日7月9日あの合宿っていうお笑いライブがあります。で、場所が日本橋のアップスで、料金がよく分かってないですけど200円か300円ぐらいで安い見れると思います。当時間が19時からスタートです。はい、でもあのブログの方もあの年末からクソ忙しい時から始めました。始めました。始めましたよ。で、同期小島で検索したら多分出てくると思います。ひらがな文字もですね。そうですね、はい、まあ、出てこなかったら頑張って。ブログタイトル、ブログタイトルなんか適当につけまくってるんですけど、この間書いたんが、今日書いたんか、あ、違う違う違う、ブログ自体のタイトル、日本語教室、ロキ小島の日本語教室、はい、そうです。漢字まともに書かれてる。どういうことやねん。そうですね、分からん。自分が日本語をこう覚えるという意味でも、あ、自分がね、そうそうそう、教えるんじゃないです、自分で学ぶ方で、自分で学ぶ方、はい、なるほど、そっちの方で。かしこまりました。やらせてもらってるんで、よかったらお願いします。あ、ぜひね、あの新キャラ、待望の新キャラですよ。こういう人を待っていたんだ私は。ツイッターしてないんですか？ツイッターはね、いろんな見たくないものを見てしまったんで、こう一回こう消去してもう一回やり直そうと思ってるんで、またやったらあの告知します。やったよって、やったよ。お願いします。はい、最後小木野ですが、1月12日3連休の最終日の祝日なんですけども、レックスお台場ビーチで、また東京ですね、東京ですね、またライブをやります。あの山口敏太郎の妖怪博物館のあるフロアでのなんか広場みたいなところがあって、そこでまたライブやります。なんか前回もなんか結構大概やったんですけど、今回全く同じメンバーでやるということで、プラスあの同じ事務所の中澤武さんっていうね、有名な歩く待ち合わせ場所と言われている中澤さんのなんかアイドル番組もなんかできて、収録プラスライブみたいな感じで、なんかマシももうもはやどうなるかわからないんですが、
でも前回結構好評やったと勝手に思ってるんで、ぜひあのよろしくお願いします。無料ですからね、あの通りすがりに見ていただけたらなと思います。そして大阪じゃねえわ、関西は1月29日木曜日に、京都ボックスホールでやります。初めてでございますよ。はい、南さんもぜひそれ行けやれ行けと言って、あの私の大好きなライブハウス、はい、押してくれたらね、ちょっとやりたいなと。でしかももう共演者に、まあ、あのアイリス・エラーさんっていうね、あの大物がいらっしゃるので、まあ、何回かお会いしたことは当然あるんですけども、本当お久しぶりな感じでちょっと頑張っていきたいなと思っておりますので。この人は朝日で親子でしたよね。親子設定で、あそういうネタバレやで、あれおいまあいいや、そういうことです。はい、よろしくお願いします。てなわけで、あ、今日の感想なんかをちょっと言っていただけたら嬉しいなと思いますが、じゃあみゆきからどうですか、間に合ってよかったです。ほんまやな、ほんまそれやな、うん、やばかった。いや、間に合わんのちゃうかって話もちょっとあったぐらいなんで、なんか人間久々に走ると足が震えるんだなと思いました。さっさりからではなく痙攣が起きてるみたいな。そうか、まあ、本当に間に合ってよかったです。みゆきさん、ぜひ今年もあの一緒に、ね、楽しい番組を作っていきたいなと思ってるんで、まあ、あ、ちなみに今年もこの企画やりたいとかありますか。今年もう一回テストやらせてください。あら、自分から言うとは。いや、今なんかやめてくださいって言われるのかなと思いきや、もう一回だけちょっと受験期間ください、ね。受験期間。あかんやろ。いるそれ。受験期間ください。受験期間。受験生期間。受験生期間。それがないから面白いんやな。あれは。それダメです。不正とお願いします。はい。じゃあ次回やりますか。あの期間を与えないためにちょっと検討してもらいますね。他ありますか。料理作りたいですよね。私料理も一回も参加してないので。あ、ほんまやな。参加してほしいです。もうあれを食べてほしい。味わってほしいですよね、ほんまに。あの見た目いいのに。あ、でも白玉ダメですよね。白玉は美味しそうやったな。さあ、まあちょっと鋭意企画していきたいと思うので、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、ゆうちどうぞ感想。はい。2015年初めての放送すごく楽しかったです、はい、この調子でずっと、はい、笑顔で頑張っていきたいです。今年はもっと喋れるようになるのが目標です。そうやね、あのうちら結構何か作業すると3人とも黙ってしまう傾向にあるんで、それちょっと今年直していけたらなと、はい、いや私大変頑張ってると思う。いや、上がったらさ結構さ抗議すること多いやん。前もあのアイドルのね、あの名前を日本地図のハグって聞くしたら、こいつらアホやから日本地図が分かんない、どれが何県とか分からんから、もうなんかもうやろうと、花からやろうとしないんですよ。で唯一私がちり、まあ、ギリギリ分かるレベルでちょっとね苦労してたんですけど、あれもほんまにイライラした。もう二度と君たちと一緒に作業したくない、はい、今年はバレンタインです。あ、そうだね。あ、そうだね。チョコ、チョコは絶対美味しくなる。いや、分からへんで、ね。何が起こるか分かりませんから、うちの場合。固めてるかな。え、何？固める時間あるかな。そこやな。前もって用意してきたらいいんじゃないですか。みんなそれぞれ。パーティーするか。パーティーこう持ってきて。うん、持ってきて。買うの禁止令みたいな。ああ、なるほどね。うん、作ってこないんで人が作ってこなさそうな顔してるやん。そうそうそう。あ、ちょっとアチさんからこの作ってる、野球、あ、ポンセ野球ネタやって、ゆうきさんとはスーパーマリオ3の画面中のマリオポバター。わかる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 。マリオ3知ってる？知らないです。え、知らんだ。知ってる？あの尻尾マリオ出てくるやつ。あ、そう、尻尾マリオ、あと太陽が出てくるやつ。あ、出てくる出てくる、うん、知らない、まあ、知らないか。大島さん世代じゃないの？世代ですけど、あのファミコン持ってなかったから。なるほど。ファミコン。わからない。ファミコンとか知らない。私 DS でした。うわ。もうやばいやばいよ。持ち歩いてる。やばい。やばいな。大島さんのおかげで平均年齢ちょっと上がったで。え、いくつなんですか？30です。見えないですよ。うん。うん、見えない見えない。20代、25、6はどう思いますか。いや、体は来てる。
てるんです。明日は我が身ですから。そして、じゃあ小島さんも感想お願いします。そうですね。初めて出させていただきましたが、ゆっくりとした時間を過ごすことができてまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、もうちょっとボケたらよかったかなとか、いろ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 なんか考えております。あ、もうそんな肩肘張らなくていいんですか、全然。あ、じゃあもう人見知り全開で。あ、全然大丈夫、なんでもありなんで。了解でございます。はい、また今後ともよろしくお願いします。なんかあのこういうのをやりたいんやっていうのがあったらぜひやってください、ね。こういうのをやりたいんや。何をやりたいんや。なんですかね。まあ、動画で残りますから、こうね、ご自身のプロモーションにも役立てていただきたいなと思っておりますので。そうね、やりたいこと。わちゃ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 。南さんよろしくお願いします。ちなみに南さん本日の感想どうですか。本日の感想は、いやちょっと正直どうなるかと思ったり、みゆきが急にやっぱり遅れますって言って連絡が来てどうしようって思ったり、しかも新メンバーもいるのにどうしようと思ったんですけど、なんとかまとまってよかったです。はい、安心しました。今年もこんなクオリティなんだなと思いながら、ね、私は、はい、あのもっとなんか頑張って、なんか面白いネタを考えます。そうですね、はい、ありがとうございます。ということで、私もどうなることかっていうか、やっぱり、まあ、アイドルと君はなんだアイドルシンガーみたいな感じでちょっと色まあちょっとなんかね、どっちかっていうとアイドルに寄っちゃってたところもあったんで、ちょっとやっぱここで小島さんという新しい風が入ってきてくれて、非常に嬉しいなと思ってるんで、なんかでみんな多分やってることはバラバラですけど、いい刺激を受け合って、それぞれ、ね、芸事に精進していけばいいんじゃないかっていうまともなコメント、素晴らしい。ありがとうございます。ごめんね、優等生ですみませんね。もうちょっと本当にグズグズで賢いね。なにそれ。みゆきなんやこのハローが。そういうわけで、今年もわちゃわちゃ楽しんでやっていきたいなと思っております。で、うち番組の最後締めるときにこうみんなで R の形を作るんですよ。こう、これで本当は足を出すのが正式なんですけど、めんどくさいんで出しません。R の目の部分だけこうやります。P みたいな感じ。P、あ、P になりますね。だから足出さなかったね。なんか P になりますね。まあ、某番組と被ってるから P やったら。うん、まあいいや。じゃあそれで私がダスコル TV って言ったらみんなで R で締めますので。あ、ちなみになぜ R かというと、リバースの R なんですよ。生まれ変わったっていう。昔ダスコール TV っていう音楽番組やってて、はい、でそれが生まれ変わった、バラエティ番組に生まれ変わった、歴史のある番組なんで。なるほど。え、何年やってるの。なんもない、なんもない。2年。え、ダスコール TV から入れたら2年ぐらい、2年目突入してます。突入、突入、え、前、まあ、何月から始まったっけ。まあいいや、また計算して。1月、あ、1月や。お、お、え、2周年。え、2周年です。3年目突入は今日。そうですね。ありがとうございます。うわチャンネルでお会いしたいと思います。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。